おはようございます。ね、千十八年十一月二十六日、公民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこんな感じです。<laughs> えーっと、鮭となんだこれ、ウの花と漬物と納豆と玉ねぎサラダともやしの味噌汁とご飯です。はい、これはなんかね、あの風の家の 朝食え皆さんゲストに出している朝食の感じですが、えー、実はね今回ゲストちょっとあまり朝ごはん食べなかったんで、えー、と材料が余っていましたでその残りで、えー、作りましたという感じなので何気に私としてはちょっとリッチな朝ごはんになってますですが実は朝ごはんではなく今日はもうすでに昼ごはんですはい なのでね、ちょっと、鮭もそろそろ賞味期限がやばくなってきたので作ってみました。はい。えー、今週はまたなんか前半は暖かくて後半は寒いとか。ああ、もうそれどころか、もう11月も終わりで12月ですね。いよいよ年末です。あもう本当に嫌になる今日この頃、1年って早い。はい。というわけで、文句を言っていてもしょうない。仕方ありません、えー。今日1日というか、もうすでに半日過ぎてます。午後 楽しく過ごしましょう皆さん元気に過ごしてくださいはい小民家風の家マドムゴンでしたいただきます